こんにちは、青22号です。長谷川の35分の1ヤンマー YT5113A を作っています。今回が最終回となります。塗装するところはすべて塗装し終わっているので、あとはひたすら組み立てていくだけです。ただし一般的なカーモデルと比べると組み立てる部分が多くなっています。ほぼすべて塗装したパーツ同士の接着作業になるので、接着にはゴム系接着剤の G クリアを使っています。プラモデル用の接着剤だと塗膜の影響で接着力が弱くなるだけでなく、少しでもはみ出ると塗膜が溶けてしまって綺麗に仕上げることができなくなるからです。といっても場所によっては例外も出てくることになります。その例外というのがこの部分で、このパーツは塗装がしてあるパーツですが、流し込み接着剤を塗って接着しています。この赤いパーツのへこんだところに開口部分のメッシュを再現している黒いパーツをはめ込むことになっているのですが、塗装して塗膜分だけ表面のかさが増したせいか、赤いパーツのダボが黒いパーツの穴にはまりにくくなっています。そこで流し込み接着剤の溶解力を利用して塗膜やパーツのプラ部分を多少溶かしてはまりやすくなるようにしています。場合によってはこのような使い方もあるというわけです。ヘッドライトのレンズは穴の中にそのままはめ込もうとするとうまくはまりません。そこで違う方法を考えます。適当な大きさに切ったミラーフィニッシュにライトのレンズのパーツをくっつけます。ミラーフィニッシュはライトのリフレクターも兼ねることになります。これをそのままライトをはめる穴のところに貼り付けます。ミラーフィニッシュはリフレクターとしてだけでなく、レンズを固定するテープ代わりにもなっているというわけです。下手に接着剤を使うよりも手間がかからず綺麗に仕上げることができます。その他の部分はやはりゴム系接着剤を使って接着していきます。メッキパーツはメッキ部分を剥がしてから接着するというのが一般的な教則ですが、それはあくまでもプラモデル用の接着剤を使う場合の話で、プラスチック表面を溶かして接着力を得るプラモデル用接着剤はメッキ表面を溶かすことができないので、接着力を得ることができないのです。ゴム系接着剤はメッキ表面に対しても接着力があるので、メッキを剥がさなくてもそのまま接着できます。瞬間接着剤も直接接着できますが、周辺が発火することが多いのであまり適しているとは言えません。ノーズ部分にあるエンジンカバーのパーツがどうもはまりにくいようです。というわけでダボとなっている部分を削ってうまくはまるように微調整していきます。先ほど紹介した流し込み接着剤で溶かしていく方法だと、ここまで大きなパーツの場合溶かしすぎになる可能性があります。流し込み接着剤はあまり大量に使うと接着剤が乾ききれなくなり、完成後しばらくしてから内部で溶けてきて表面が地盤沈下をすることがあります。特にこのエンジンカバーの部分は完成後も一番よく目につく部分でもあるので、万が一地盤沈下が起きたりするとかなり目立つことになります。というわけで削ってははめてという作業を繰り返してぴったりとはまるようになるまで微調整します。接着にはやはりゴム系接着剤を使います。写真周りの組み立てが終わったらキャビン周りの組み立てを進めていきます。やはりこの辺りもゴム系接着剤を使います。ゴム系接着剤は粘性が割と強いのでドロッとしていて糸を引きやすいという難点があります。これを敬遠して使わない方が多いと思うのですが、慣れてしまうとどうということはなくなります。糸を引いた時にそれが他の部分についてしまうということも確かにありますが、そういった部分はその場できれいに取り除くことができます。接着剤がついても表面にダメージがほとんどなく、剥がせば完全に元通りになるというのがゴム系接着剤の最大の利点だと思います。組み立てはいよいよ最終段階となります。サイドミラーの表面のパーツがまだくっつけてなかったので、両面テープで貼っていくことにします。ここはゴム系接着剤でも良かったのですが、それだと接着をしばらく押さえてないといけないため、ミラーのアームが細いので押さえている間に折ってしまいそうだったので、手っ取り早く両面テープを使いました。
ゴム系接着剤はある程度接着力を発揮するまで少し時間がかかるのが難点かもしれません。というよりそもそもの話、ミラーをピラーに接着する前に表面のパーツを先に接着しておけばよかったというだけの話でもあります。最後にワイパーのパーツを接着しています。最後に接着するとフロントのワイパーは少し取り付けに難儀します。これも本来はフロントガラスが単体の時に先に接着しておくべきだったのかもしれません。というわけでこれにて完成です。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。